にちは、群馬県前橋の袋歯科医院の袋です。本日の質問はですね、タバコのヤニが浸透すると取れなくなることがあるのかっていうご質問です。タバコのヤニ自体は、いわゆる沈着物ですので取れないってことはまずないです。見たこともないですし、ただ歯の間ですね、間についたヤニが取りづらいというのも事実ですし、そこのところは、フロスだけとかっていう形では取ることができませんので、多少のヤスリですね、ヤスリのようなもので表面を軽く撫でるように、目がものすごく荒くない、いわゆるこうなんですよね、細かい目のものなんですけど、そういった形で、少しずつ、そこをきれいにしていくというようなことをやっています。何度も何度もやってればもちろん歯が削れてしまう場合もありますから、回数は少なくというか、あまり汚さないように普段からのメンテナンスを気をつけていただければいいかなというふうに思います。本日は以上です。